本当は今日さ、一番くじの方で、今回の一番くじの方でゲットした4の悟空を開けて、このベジータとね、いや、かっこいいな、並べようと思ってたんだけど、フィギュアショップ行ったら、なんとね、めっちゃかっけえ。ドラゴンボール GT、これで最後だ、10米カメハメハ。10米カメ、もうさ、この字の時点でやばくない？ドラゴンボール GT のこれで最後の10米カメハメハ。めっちゃかっけえ悟空の、4の悟空のフィギュアあって、もうこれ開けるしかない。おぉかっ、このフェイス。やばくない？多分つうかこれもゲーセンのプライズの悟空だと思うんだけど、知らなかったこんなのあったの。絶対やべえよな、この並び。絶対やべえよな、LR のさ。ドガワとコラボの LR の4のベジータと、そしてこの10米カメハメハ。今日並べるから、もう、バッチリね。ちょ、一番くじの悟空に行く前に、このベジータ様と、前回開けたベジータ様と、こっちの悟空ね。多分昔のシリーズっぽいんだよね。置いてある場所がね、昔のシリーズ。新品のやつはね、置いてる場所違うんだよね、いつも。本当はね、本当は買いに行ったのね、このブロリーをね、俺。これもう一個探してて、これね、もう一個ゲットできたんだけどさ、これ中古で、まあ、箱ボロボロなんだけど、すげえ高いんだよね、このブロリー。でも、なぜ開けない？これ結構前にゲットしてるのも、いつだったかな？でも、3ヶ月ぐらい経ってるかな？結構、もうもっと前かもしれないけど、ゲットしてるんだけど、なぜまだ開けないかと、寝かしておいているのかというね、理由はね、もう一個ゲットして、ダブルリしようと思って。どうする？これみんなに聞こうと思ってたんだ、そういえば。これも先に開けちゃって、みんなにこの筋肉を楽しんでから、もう一個ゲットしてダブルで行くか。いや、待てと。おい、ゴリラ待てと。そこは待てと、ゴリラと。2個だろ。2個ゲットして一気に開けろと。いや、どっちがいいこれ。どっちこのね、スーパーサイズ3の悟空とね、並べたいんだよね、早くね。楽しすぎない？でも、ね、真ん中悟空でダブル、両サイドにこのゴリマッスルガタイシーを置くっていう、ちょっと夢があって、ちょっとまあ、みんなの意見を聞いて考えようかな。先に開けちゃうから、もう売ってないんだよね、なかなか。しかも、中古のさ、箱ボロクスルも結構高いんだよね。あのブロリー、ガチで高えの。めっちゃ、いや、でも買うけどね、余裕で買うよ。ブロリーいくらでも買うから、で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 、10米。で、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 10米。10米。え、神だわ。いや、マジか、こんな神のフィギュア俺知らなかった。ガチで知らなかった、これ。一応ネットで見てるんだけどね。新発売のやつとか情報ゲットしてるんだけど、見逃してた、これ。こんなかっけえ10米カメハメがあったのか。やばっ。これよかった、偶然見つけて。ブロリー買いに行って、ブロリーいなくて、テンション下入ってたらまさかのね。こんなかっけえフィギュア、おー、すげえ。これゲットするしかないわ、マジで。この、ベジータと、このベジータとこの4の悟空一家に一体ずつ、そして並べるっていうね。マジで、あ、ていうかね、下半身が神ってる、下半身が神ってる、下半身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 神ってる。すげえ。もうこれね、絶対ゲーセンだわ。確信した。もうフィギュアの感じがゲーセンの感じがする。ちょっと待ってくれ、これ上半身どうなっちゃうんだ、俺。上半身どうなっちゃうんだ、これ。下半身何のレベルだろ？体毛。うわぁ。ベジータとね、ちょっと違う色なんだよね。いや、でも、俺、色的にはあの赤毛のさ、真っ赤っかのベジータの、ちょっとこっちピンク、悟空ピンクじゃん。でも、色的には、でもさ、これ不思議だよね。なんかさ、この赤とさ、ピンク混ざって、ゴジータになると茶色になるじゃん。この色とこの色で茶色。まあ、そこがまたかっけんだけどな、茶色。いや、でもそんなこと言ったらさ、フュージョンして服も変わるっていうのもなんか不思議だしね。あのゴジータの服装かっこいいけどさ、あの服リアルに売ってねえかな。あれ、夏のファッションだろ。上半身脱いでよ。あれだけ羽織って外に出るっていう。めっちゃモテんじゃねえか。何あの人、ゴジータじゃねえみたいな。え、何大胸筋でけえみたいな。わ、着てるな。あの服、ちょっと探してみよう。あるかもしれない。いや、でも今ね、ブロリーの腰巻きみたいなの探してんねん、あの毛がバーの。ああいうの巻いて外出たくれん、夏。上半身裸で。いや、これ時代来るぜ、マッスルの。マッスルの時代が絶対来るから、ちょっと探してんの。でもないよね、なかなかね。やっぱ尻尾だよな。サイヤ人には尻尾ねえとダメだよな。尻尾も尻尾あった方が絶対かっこいいよね。サイヤ人。さっ、くわ下半身だから、このかっこよさレベル。そして、上半身。上、もう造形やば。素晴らしいな。しかもこのクオリティで超安いんだよね、このフィギュア。これいくらだと思う？みんな予想して予想。めっちゃ安いから。びっくりっすよ。俺これだったら5000円出してもいいレベル。いや、もう、1万出してもいいかな、これぐらいのフィギュアだったら。でもね、なんとね、たったの2000円というね。2000円プラスで超安くない？こんなかっけえのに。
びっくりしたもんね、マジでかと思って。いやもうこれ即買い即買い、もう即買うというね、この2000円で。まあゲーセンだったらもっと安く取れるけど、完全なる俺のミスだわ。こんなかっけえ4の悟空のねフィギュアがこの世にあったなんて知らなかった。おお、筋肉すげえ、この角度筋肉やばくねえこれ。いやモチベ上がるわこれ、すごいなこの筋、もう毛の上から、この体毛の上からでも分かる悟空のやつが。悟空ね、筋肉すごいっていうか骨格がかっこいいんだよね悟空ね。手足長いし肩幅広いし、男の骨格完璧なら、あ、地球人の175センチとね、このサイヤ人の175センチって違うよな。同じ175センチのこっちのサイヤ人の悟空のさ、ほら骨格骨太なんだよな。これぶん殴られると絶対体幹強いもん。これ骨格でけえやつってマジ体幹強いよな。マジで同じぐらいの身長でも骨格でけえやつほんと強いからな。悟空それ、まさにそれ、骨格でけえ、もうすっげえ。そのでけえ骨格の上に筋肉まとっててさ、しかもサイヤ人でしょ、戦闘狂戦闘マニアっていうね、これやべえだろ、めっちゃかっけえ悟空。あと黒髪、フォーの黒髪活かしてんな。そしてね、赤く縁取られた目、サイヤ人アイス、すげえ。え、マジか、造形すごくね、この悟空。指長えな、悟空。さすが悟空、手でけえな。うわー、ここにクリアパーツのエフェクト、別売りであって、セッティングできたらもっと最高で、うわー、マジか、欲しいんだけど、ないかな、クリアパーツ、カメハメガのエフェクト。超かっけえわ。尻尾もうねってんな。やっぱ4だわ。スーパーサイズの携帯、俺4がもう本当に、俺4マニアだな、4マニア。4好きすぎる。そしてこの台座にね、もうスタンドにセッティングして、ベジータのね、隣に。うわ、マジか。一番くじの悟空の前にすげえいいの、ゲットできた。絶対ゲーセン、もう 100% ゲーセン。もう 100% ゲーセンのやつ、もう、わかる。この感じはもうゲーセンだよね。間違いなく。てか絶対そうだよね。ゲーセンだよね、これね。ゲーセン一番くじではないと、絶対一番くじって書いてあるからな。一番くじって書いてるから。もうこれ間違いなく一番くじじゃない。もう、これなんで俺もっと早くし、いや、これもっと早くゲットするべきだった。超かっけえ。やばい、俺キャラ的にはベジータの方が好きなんだけどさ、これフィギュアに関してはこれ、4の、こっちの悟空じゃね？え、こっちの悟空超かっこいいんだけど、総合点でさ、ポーズすげえな、これ。いや、やばい、ベジータ超えちゃった。え、ドカボタコラボの4周年記念の、せっかくのフィギュアなのにベジータ超えちゃったんだけど、なんかフィギュアショップでたまたま見つけた悟空のフィギュアに超えられた。すげえ悟空、この悟空ちょ、いやガタイいいな、やっぱガタイでけえわこの悟空、やばくね、すげえ悟空でけえな、めっちゃかっけえ、完璧。この10米カメハメハのポーズ、これで最後の10米カメハメハ。うわぁ、これでイーシーいた、イーシーいるかな、もしかして。これと同じシリーズで。セットであるかもしれないよね、イーシー。イーシー論と、ちょ、並べてんだけど。ちょ、もう、後で検索する、後で検索する。マジでか。いや、まあ、とりあえず、今はね、この、W4 を楽しむという。ちょっと待って、めっちゃ。この並びやばくない？この並びマジ神ってない？これ冗談抜きで。え、何この筋トレしたくなるフィギュア。っていうか、悟空のここめっちゃ気に入った、この腕。すっげえ太え。ここ威圧感半端ない。ベジータもやべえんだよ、ここ。ほら。同じサイヤ人。うわ、すげえ。ベジータと悟空のここ、腕。広背筋からのこの腕の流れ。すごくね、ここ。うわ、モチベ上がりまくるわ。もう筋トレ、もう筋トレのモチベっていうかさ、人生のモチベ上がるよな、これ。サイヤ人の、うおこれタイム、ちょっとタイム、心臓に悪いわ、このかっこよさは。バクバクしてきた心臓、超かっこよかった。いやーこれあれだね、あとは一番くじの方の、今回の一番くじの方の4の悟空を開けてここにねセッティングする。いやもうやばいことになるな。あとゴジータも並べるという。ゴジータはさ、一番奥がいいよね。一番奥にセッティングするということで、完璧なる4の集団が出来上がるという奇跡ミラクルレベルマックス。うわー、最高の出来だったなー。この4の悟空。マジでかっこよかった。こんなかっけえのがあったなんて全然知らなかったな。でも最近出たのかもしれない。もしかしたら最近出たとしたら俺知らない。うん、かもしれないから。でも昔ので知らなかったら俺の見落としだからな。マジミスだわ。ここめっちゃかっこいいもんね、この造形。俺造形言うことないよ、このフィギュア。完璧。この悟空。
完璧完璧、すっげえかっけえ、火の打ちどころがない。これ絶対にゲットしなければならないよね。このうねり、尻尾のうねりもすごいし、やはりねこれゲーセンだわ。去年の11月だって、え、全然知らなかった。つうかね、もうね、もう終わったバーガー野郎、お前ここにプライズって思いっきり書いてんだよねマジでお前、お前、ボケこら。お前、書いてんじゃねえかよ。これ普通さ、絶対目に入るよね。もう見逃すとかそういう問題じゃなくて、嫌でも勝手に、あ、プライズか、みたいな。普通にもう目に入るよね、これね。ほんとこの悟空めっちゃ気に入ったわ。まあ、4が好きっていうのもあるんだけど、それ、なしにしてもフィギュア自体のクオリティがすっげえ高え。全然知らなかった。今日ね、11月出てたんだな。やべ、見逃してた。もう見逃さないようにチェックしなきゃ、もっと。もうなんか発売日に欲しいよね、やっぱこういうのってね。まあ、遅れてゲットしても全然いいんだけどさ、商品的には変わんないからさ、めっちゃかっけえ。でも早くね、知りたいという、こんなのが世にあったのかと。それまでの期間、無駄な時間になるからさ、知らなかった時間が、もったいない時間になるから、もう、できれば発売日にゲットしたいというね。いや、よかった、でも気づいて。超かっこよかったわ、4の悟空とベジータ。次のも楽しみだな、一番くじとネットで買ったやつ。早く来ねえかな、開けたい、並べたい。